うございます。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部剛です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということで間もなくクリスマスです、ね。はい、クリスマスですね。はい、そしてクリスマスというか本当にね、はい、もう世間は大変なことになってまして、大変ね。クズリスマスどころじゃないというか本当に、はい。これはもうちょっとやられましたね。ねえ、はい、いやもう大打撃というか。はい。はい、おそらくほとんどのところがね、はい、そういうことで今困ってらっしゃる方が多いかと思うんですが、はい、はい、なんとですね、自粛要請がそうなんです、延長です ね、 ね、はい、でしかも半端な延長ではなく、はい、年内29日まで延長ということで、はい、仕事納めまでというとで、ね、はい、はい、このお店が28日で仕事納めたので、はい、まだ終わってないみたいな感じで、はい、そういう感じになってしまったのでですね、そうなんです、今までこの配信の中でも、はい、イベント告知をたくさんしてきたんですが、そうなんです、はい、この2周年のね、はい、クリスマス&ハッピーニューイヤー、はい、2周年イベント5days が、はい、5days が全て延期なんですよね、まあ、延期なんですよね、はい、はい、なので、実は今日はですね、はい、この後の、まあ、このプレゼンありかなしかという新企画、そうですね、はいはい、ここに、挑戦者登場していただいてるんですが、そうなんです、これがですね、はい、はい、実はこのイベントに関わっておりまして、そうなんです、はい、ちょっと説明をお願いします、はい、はい、演劇派カラーでね、はい、12月26、27と、はい、ナッシングという朗読劇をね、うん、やる予定でした、そうなんです、ね、はい、一応そちらの、はい、プレゼンを10分間していただきました、はいはい、10分間ね、はい、やってるんですよ、はい、この、ね、そうなんです、出演していただくね、女優さん2人に、ね、はい、来ていただいてしていただいてるんですが、 それがですね延期ということで、はい、はい、まあ、ちょっと時期はねどうなるかまだはっきりわからないんですけど、そうですね、もうちょっとね落ち着いてから、そうですね、まあ、面白い、芝居になると思うんで、稽古もねギリギリまでやってたんですけども、うん、はい、やっぱりちょっとお客様のことも考えつつ、うん、まあ、出演者のことも考えて、はい、まあ、ちょっと延期にさせていただきましたということで、はい、はい、ちょっと申し訳ないんですけども、はい、はい、でということで、はい、26日27日にはやらないんですけども、そうなんですよ、やらないんですけど今からですね、はい、このプレゼンありかなしかで、そのプレゼンを見ていただくと、はい、いう格好になっております、まあ、楽しんでいただけると思いますので、そうですね、雰囲気楽しんでいただけると、中身はね、はい、ナッシングのことをちょっと言ってくれてるので、そうなんです、はい、日付はちょっと変わりますけど、そういうことですね、はい、はい、形で楽しんでいただければと思いますので、はい、ということでございますので、今から、はい、このプレゼンありかなしか、ご覧になっていただきたいと思います、はい、はい、それではどうぞ。今週も挑戦者がですね、いっちゃいますか、来てるわけですが、はい、はい、これ挑戦者っていうか挑戦者ですね、挑戦者ですね、はい、はい、挑戦者ですね、はい、俺なんて紹介したらいいんやろ、これなんて紹介したらいい、でもこれだから大阪部さんから紹介してもらいましょうか、そうですね、はい、来週になるんですね、はい、来週の土日にやりますうちの、はい、演劇派カラーズで、はい、ナッシングという朗読劇を今回朗読劇なんですよね、やるんですけども、はい、そこに出演していただく、はい、女優が2人と来てます、女優ですよ、はい、そのナッシングをこうアピールしてもらおうと思ってね、ナッシングね、はい、ちょっと来てもらって、はい、ナッシングだけにナッシングになったら面白いですけどね、あ、それはちょっと、ね、いやいやいや、そうじゃなくてありかなしかでね、そう罰出たらめっちゃ面白いんですけど、ほんまですね、それはちょっと楽しみですけど、うん、はい、はい、ちょっともうすごいアピールしてくれるみたいな、ああね、すげー用意してきたらしい、今ものすごいプレッシャーかけてますから、はい、今ね、はい、はい、ちょっとね、だいぶ2人で盛り上げてくる、2人なんですよね、今日ね、今日2人、そうなんですよ、はい、今まで人お一人様でずっとねやっていただいたのが今日2人なんで、はい、はい、すごいことやってくれる、きっとそうなんでしょうね、はい、はい、楽しみな、僕も楽しみで、はい、ドキドキしてるんですが、はい、では、はい、挑戦者の方来ていただきましょう、はい、はい、お願いします、お願いします、はい、2人なんでちょっと、はい、椅子を移動します、はい、ありがとうございます、こうかな、ちゃんとしてね、はい、プレッシャーが、はい、はい、はい、後ろから来てますよ、はい、はい、はい、来てます、はい、おはようございます、おはようございます、はい、よろしくお願いします、はい、それでは自己紹介をお願いいたします、はい、はい、どうぞ、片山文子です、はい、丸田明代です、はい、二人は、まあ、女優さんということなんですよね、はい、はい、まあカラーズでも
何回かね出演されてますけれども、はい、はい、今回は朗読劇。そうなんです。初挑戦。初挑戦、ね、演劇図らずでは初挑戦。なるほど、はい、他でもやったことある朗読劇？ないです。ないんか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 すごくやりたかったんで、うんうん、楽しみ。なるほど、楽しみな。楽しんでやります。うん、なんか声が震えてるぞ。大丈夫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 。フォローしてください。大丈夫よ。とりあえず、まあまあ、僕に喋ってもらったらいいんですけど、はい、今から10分間、はい、10分ですから。10分間プレゼンしていただいて、はい、このもうね、喋ってたらね、5分って言われた瞬間、まだ5分なかなか楽しい感じですから、はい、それをね、乗り越えて、はい、素晴らしい、朗読劇につなげていただく。ちなみに今日はですね、これね、後ろに、判定人の方っていうのが来ていただいて、はい、で後で判定っつって丸か×かつける、はい、×ついたら2人出られないですよね。どういう形になるってことですかね。いやもう×ついたらその瞬間に2人にモザイクかけて、声はボイスチェンジャーで変えられ、そう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 はい、はい、ということで、はい、緊張しすぎた、はいはい、ということで、まあ、後ろでね、時間を計っていただきますから、はい、僕が掛け声でスタートって言ったら、そこからがプレゼン中になりますので、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、それではいきます。はい、はい、カモンマテリアル、このプレゼンありかなしかスタート。はい、ありがとうございます。たっぷりとプレッシャーが下がったところでね、はい、行ってみましょうか。はい、はい、こちら、はい、次回演劇図らずはナッシングという作品です。これ見えるかな、よいしょ、かしこまりました。はい、はい、こうやってください、うん、はい、はい、ちょっとね、チラシの字が細かいんで、この真ん中に書いてあるのを読んでいただいていいですか、ね、真ん中に書いてある、はい、ここ全てですか。はい、もう打ち合わせしとけ打ち合わせしとけ、それぐらい。こんな時だからと改めて読んでみた歌がある。こんな時代だからと改めて思い出した歌がある。こんな気持ちだからと新たに知りたい歌があった。私たちの思いが今どう変わろうとしているのだろうか。歌と共に綴ったメッセージを演劇図らずが朗読テイストでお届けするプライベートシアターボリューム2。こんな時だからちょっと耳を傾けてほしい不思議な激色空間をお楽しみください。ということで、はい、こんな感じで、実はですね、はい、プライベートシアターってこのね、はい、ちょうどこの場所で、行わせていただく、本当にねちっちゃい会場なので、もうお客さんとの距離がね、はい、すごく近く、役者のね息遣いまで聞こえるぐらいのところでやる朗読劇ということで、前回はね、動きのあるお芝居だったんですよ。はい、そうですね、はいはい。しかもなかなか派手にこう、はい、どんちゃんしてたそうです、ね、どんもありましたね。ね、はいはい、なので、ね、もともとこのね、普通の役者としてこう活動してる私たちが動かないとどうなるのか。おー、なるほど。そうなんですよ、はい。今ね、稽古の最中なんですけれども、はい、なんか、勝手が違うのがすごい面白い。なんか難しいですか、やっぱ このね、身振り手振りじゃなく声だけで表現していくというのはやっぱかなり難しいですか。難しい、やっぱ体にこうついて、うん、どうしてもこう声の表現の変化って変わるので、うんうんうん、ここだけでやれって言われるとものすごい難しい、うん、声で気持ちを伝えるっていうんですか、うんうん、あとね、声優さんとか、そう、声優さんとかがいかにこうね、すごいでしょ、すごいスキルの持ち主なのかを今痛感してますけど、ね、うんうん、だと思います、はい、で今回ですね、その、まあ、改めて読んでみた歌があったと記載してある通りですね、ちょっとある詩をモチーフに作らせていただいた作品になります、はい、きっと今ですね、某 CM で
ちょっと流れる時があるんですよ。あ内容知ってる方は分かると思うんですけど、はいはい、なんか不思議なことに、うんうん、今すごいタイミングで最近結構見ますね、うん、あとすごいタイミングであの映画のタイトルも使われてますよね、あの、はい、あはーはーはー、はいはい、そうですそうですそうです、そのものは出てこないんですけど、はい、はい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 、あのっていうともう半分ぐらいこう分かってると思う、いやいやいや分からん、今ぐらいでは分からん、今ぐらいでは分からん、来ていただいたらもう分かります、そうですね、はい、はい、ということで、で、ね、役者が女の子が5人、今回はね、はい、男性が出ないです、はい、はい、それあれですか、あのなんかあの男は見苦しいから出さないとかそういうことですか、そこはあ、それはどうなんですかね、え、丸だそうです、はい、丸だそうです、はい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 、そう、そして、このねプレゼンに参加してほしいと言われたんですけれども、はい、演劇派カラーズの所属の俳優ではないですそうですね、客演ですよね、はい、客演ですね、数日前に、はい、あの10分間プレゼンやるからお願いねっていうのを言われて、はいはい、すいません段取りはえっていう状態で来たんですけれども、はい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 、言いながらチクッというんですよねチクッとさせとくっていうところね、はいはいはい、なるほどね、はい、で、ね、今回ね限定でね15席、やっぱねこのね、あのコロナの、はい、あの関係上どうしてもお席の間を空けるということで、はい、限定数が少なくなっております。はい。はい、なもんで、皆さんできればお早めに予約を取っていただき、あと1週間で。だから何日何日何日ですか？はい、はいはい、そうですね。はい。2020年の12月26日。はい、これが1時14時半、はい、ごめんなさい2時半で4時の、3回公演。はい。はい、で続いて27日日曜日が11時半、はい、1時、2時半、4時と4回公演で5分です、はいはいはい、作品がね40分なので、はい、今回このようにちょっと細かく時間を区切って、はい、朗読劇で40分って結構長いですよね、そうなんです、意外と長いですよね、意外と、まあまあでもあの役者さん 5人、はい、5人がもうこの40分喋るんですよね、はい、そうです。ですよね。うん、だからまあまあ5人でっていうことで言うとまあまあそんな感じなんかなと思いますけど。一人頭もそうですね。8分。まあ一人頭で割るもんかどうかは分からへんよね。それはあのセリフ多い人少ない人もあるから。ありますうん、あのまあ平均でね。平均8分ですよ皆さん。はい、なかなか面白い試みを言ってくれました。はいはいはい。なるほど。はい、そうですね。はい。まあ、でも5人で朗読って結構、まあ、ある意味豪華かなという気はしますけどね、普通朗読劇ってね1人2人ぐらいで やったりするのがほとんど、ね、なんか男役女役みたいなんであの分けて全部、ね、2人でやらはるみたいなのが多いですけど、はい、これ5人で要は1人ずつのキャラクターをやるみたいな感じになるんですかね、あ、そうです、うん、そうです、お芝居調にこうなってるというか、うん、はいはいはい、ただ朗読が全てではなくってですね、うんうん、朗読テスト朗読テスト、なるほどなるほど、何で1回目だこれだから、あんまり身振り手振りはないんやけど、はい、ずっとこう それぞれ一人一人の役を、演じるみたいな感じになってるんですね、そうです、はい、キャラクターがね、はい、それぞれこう存在してまして、はい、でその子たちがこう物語をというより、うん、このあらすじを読んで、うん、そして自分たちの感情もこう、うん、セリフとして喋ってという形になるので、うんうんうん、だから今どちらでこう喋ってるのかなっていうのを、なるほど、トガキ喋ってんのかセリフ喋ってんのか自分で分からなくなるみたいな感じ、意識して聞いていただける、まあ絶対分かるようにはね、みんな言ってるんですけど、まあ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 、なるほどなるほど、こうちょっとなんかね混じってたりとかするところもあって、うんうんうん、面白いかなと思います、なるほどなるほどなるほど、はい、はい、ちょっとだから、今まで見てきた演劇とかとはちょっと違うスタイルで、うん、そうですね、っていう感じですね、テイストはだいぶ違います、はいはいはい、はい、そうですね、だからまあコロナ禍でねなかなかそのお芝居もできないし、うん、で動いちゃうとねやっぱり飛沫のどうのこうのとかいろいろありますし、そうですね、そういうことをまあしっかり対策考えながらやろうと思ったら、はい、この朗読劇に行き着いたという感じですかね、そうですかね、そうですね、これはまるで出てこない、そう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 、いや、やっぱりねそのどうしてもその、まあ、世間様的にね
あの動くとどうっていう話もある中でやるわけですから、やっぱそこのところはきっちりね、はい、あの気をつけてやらないとっていうことになってますから、まあ、それだからこそ15名って限定でね、そうですやる感じですからね、ちゃんと間隔を空けた上で、うん、はいはい、安全にですね、安全に楽しんでいただけるように、はい、ちゃんと換気対策もということでね、はいはい、やっておりますので、はい、皆さんぜひですねこれ来ていただければなという感じですよね、はいはい、そうですね、はい、はい、どうですか、でもお二人その今稽古やっててその意気込みというか、もうあと時間は多分あと、1分半ぐらいかな多分、ね、あ、そうですね、はい、なので、お一人ずつ意気込みをちょっと、意気込み、はい、そうですね、やっぱりさっきも言ったように声で、まあ、気持ち動きなしでっていうところで、そこをなんか伝えれるようにちょっと今、まあ、稽古で頑張っていこうとしてます、頑張ってます意気込みになってるのかな、はい、だから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 見に来てください、はい、そうですね、よくできました、答えが気になる方も見に来てください、そうですね、はい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 、はいはい、じゃあ丸田さん、はい、はい、そうですね、取り上げられてる某、ね、詩が、はいはい、一体何を題材にされているのか、そしてちょっとですねその詩人さんこっそり登場しています、うんかな、うん、そういったちょっと、ね、うん、秘密な仕掛けもいろいろありますので、はい、はい、で、それぞれのキャラクターもねすごくね個性的なあのキャラになってますので、ぜひそれもあの楽しみに遊びにいらしていただければなと思います、はい、はい、30秒お、まだ30秒あるよ、頑張りましたよ、40分で10分で喋る結構頑張りましたよね、丸田さんに頑張ってもらってますはい、はいはい、ということで、26と27ですね、そうですね、はい、クリスマス明けの、はい、明けですね、はい、2日間ちょうどね、はい、楽しいあの時間を過ごせた方も過ごせなかった方もね、息抜きにいらしてくださいちょいちょいトゲさせてくるな、あの私笑顔で独白って言ってるんで、よく、はい、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございます、はい、どうですか10分間喋ってみて、長いいやでもねでもねでもねあのね長いけど10分の枠を取ってくれる宣伝枠ってどこにもないよ、ね、それで考えたらねこんな宣伝できるとこおまへんで、はい、そうですよ、いやほんまにほんまに、あの大概ねストップを取って1分とかな、ね、ちなみにおかげさまであの YouTube 検索とかでかなりねあの見ていただいている方も増えてきてるんで、はい、バシバシ皆さんあの宣伝しに来てください、はいはい、10分枠ですから喋りたい放題ですからね、はいはいはい、かなり喋れるんで、はい、よろしくお願いします、じゃあ今日のジャッジですね、はい、怖い、はい、罰が出たら出れないですから、はい、いやもう隠れるだけじゃなくてもうここからも消えますから、ここに罰ついちゃうから、チラシに2人、いや何自分だけに言ってもらう、お前ほんま最悪やな、お前いやはい、ではジャッジいきたいと思います、怖いです、はい、このプレゼンありかなしかお願いします、せーの、どう、あーあー丸がつきました、あーくそー、なんでバツつけへんねん、くそはい、丸が出ましたね、はい、よかったですね、よかったですね、出れて急遽差し替えとかだったね、はいはい、急遽俺が出てたりして、なんで出ないはずだったのに、なんでか俺がこんな役で出てる、朗読劇やからええやろとか、まあそれはそれで面白いかもしれないですけど、はい、はい、ということでお疲れ様でした、ありがとうございました、はい、はい、ということで、はい、このプレゼンありかなしか見ていただきましたけれども、ご覧いただきました、はい、けども残念ながら、この、お芝居というか朗読劇はね、はい、年内やらないんですけれども、そうです。まあ、年明けてからね、そうですね、落ち着いてからまた、ね、はい、やりたい、ぜひあの本当に、ね、楽しそうなというか、はい、あの今僕もあの全部は内容見てないんですけど、はい、あのさっきあのご覧になっていただいたのチラシの内容とかね、はいはい、見ていると本当にねすごい興味深い、はい、内容になってますので、ぜひこれはまた、そうですね、告知しましたら、はい、とりあえず今日のプレゼンの内容で覚えておいていただいて、はい、はい、あのマルタと片山出ますので、はい、そうですね、
はい、ぜひ彼女たちの、朗読劇をね、はい、また見に来ていただきたい、はい、よろしくお願いします。思いますで、はい、ということで、もうなし崩し的にですね、はい、いろんなイベントが変わっておりまして、そうですね、そうなんです、収録した内容の、はい、そうマテリアルのねイベント情報が全然使えないので、はい、新たに取り直さないといけないということで、そうですね、そこだけね、はい、ちょっともう、はい、本当にね全滅かと思いきや、いや、キヤですね、ちょっともうそれは嫌だと、おー、声が出てしまいました。はい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 、なるほどなるほどなるほど、はい、ではでは、早速ですね、その声を届けたいと思います。はい、はい、あゆさん。はーい。はーい、はいはいはい。全部なくなるなんて嫌だー。お前か、お前が言ってないか。はい、はい、ということで、はいはい、走ります。走ります、ね、チームダッシュだけは、ございますので、はい、皆さん、はい、まあ、これ基本的に外ですからね。外なんで、ね、はい、中じゃないんでね、中じゃないんで、はい、まあ、時短、はい、要請なので、はいはい、まあ、9時までにもお店を出れるようにはするんですけど、はい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 、走るのは走ります。なるほど、はい、なので、はい、21日月曜日と28日月曜日ですね、うん、まあ、走りますので、ぜひぜひ、はい、一緒に走ろうかなって思う人来ていただいて、はい、いっぱいにならないようにはしないでください。はいはいはい、はい、お茶をやる方は、はいはい、ぜひぜひ一緒に走りましょう、はい、お願いいたします。だから21と28と、はい、で28でこのお店は年内終了なんで、はい、まあ、はい、まあ、要はお店を収めるっていう時に、はい、まあ、みんなで一緒にね、走り収めます。はい、時間が19時スタートとなっておりまして、まあ、18時からお店の方には入れるので、着替えとか準備運動とかしていただいて、19時から走り出しますので、ぜひぜひその間に来ていただいたら結構ですので、お待ちしております。はい、では皆さん、走りましょう。走りましょう。はい、という感じですね。はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではこの後は高橋さんの映画コーナーでーす。おはようございます。どうも、こんにちは、高橋です。シネマトゥーユーでございます。朗読帳でご紹介しましょうかね。でも映画紹介は手振り身振りでご紹介したいと思います、はいはい、でも今日は手振り身振りではなくて、はい、映画の題名は歌わないといけません。お、はい、いきたいと思います。はい、ラストクリスマス、はい、ワンフレーズ、うん、ワンフレーズね、はい、今日はですねクリスマス前ということで、はい、あまり皆さんご存じないけども、はい、見てほしいなという感じです。はい、はい、ラストクリスマスですね。はい、まあ、普通ラストクリスマスって本当はね、うん、去年のクリスマスを思い出す映画なので、はい、悲しい歌なのに、はい、みんなよく書けますよね。そうですね、ね、はいはい、失恋の歌なのになと思いながら書きますけども、はいはいはい、まあ、これもまあちょっと失恋を描いてますけども、はい、これは2019年アメリカ映画です、はい、日本去年の12月3日に公開しました。はい、はい、私は一人ぼっちで見に行きました。フリーぼっちで行きましたけども、はいはい、監督が、ポール・フェイク監督で、はい、また9月17日生まれ、よまた9月生まれですよ。監督多いな、9月生まれ、はい、ねえ、いいんちゃいますか、ね、はい、この監督、あまり知らないと思いますけども、はいはい、2016年版のゴーストバスターを撮った監督でございます。これはとにかくワムがね発表したラストクリスマスに、まあ、インスピレーションを感じて、進んでいく恋愛もんでございまして、ファンタジーでございますね、はい、でこれで、まあ、出てくるのがですね、いろんな、エミリア・クラークさん、はい、ハンソロに出た女優さんです、はいはい、でヘンリー・ゴールティングっていう方は来年公開の G.I. Joe に出る方ですね。でミッシェル・ヨー、うん、私が好きなミッシェル・ヨーです、はい、香港ハリウッドで活躍する女優さん、はい、中国系のマレーシア人ね、サーリーとか出てますけど、はいはい、あと割合小粒な天禄有楽さんが共演されたような作品にも出てて、でも私は好きです、はいはいはい、そして原案のエマ・トンプソンも出るんでね、出てくる、まあ、まあ、とにかく、まあ、クリスマス、まあ赤いサンタクロスに対して、今日緑って言ってますけど、緑ね、エルフですね、はい、悪いサンタクロスって言われてますけども、まあ、その、格好しながらバイトしてる、失敗よくする女性、女の子の前に突然、なるほど、ある男性が、はい、出てきて、はい、ちょっと恋愛に来るというんですけど、まあまあ、はい、ファンタジーなんでね、はい、どうなるかということで、はい、ぜひとも見ていただきたい。これ実は点々点があるんですか、これ。これね、まあ、実は点々点ね、ありますよ、はいはいはい、でもまあまあそれ言っちゃうとね、はい、なんかもうなんか言い過ぎて、あー、なるほどなるほど、いいかなと思いますけどね。いや、まあ、とりあえず高橋さん実は点々点が好きやから、これね、あー、でも実は点々点あったかな。あんまり覚えてないです。あー、そうっすか。もうなんか、ワブの曲がバンバンなるんで、あ、まあ、曲を聴きに行ってるような感じですけどもね、はい、あのクリスマスのはいいかなと思います、はい、これが DVD レンタルとか出てますんで、はい、見ていただきたいと思います、はい、でその中で、まあ、エルフって言いますね、はい、
ね、はい、グリンチですね、はい、これはジム・キャリーの作品もありますんで、はい、見ていただきたいと思います。でそのまま、アニメもね、これになりましたね、はい、はい、ミニオンのスタジオが作ったグリンチもアニメ出てますんで、はい、この辺は DVD でご覧になれると思いますね、はい、よろしくお願いします。日本ね、ラストクリスマスで1980年代にあったんですよ、はい、これね、今全然見れなくて、うん、DVD も配信もしてなくてなんですけど、まあね、このラストクリスマスね、うん、まあこの時に言うと子供出して、動物出して、雪降らして、病気出したら悲しいんですよもうそのだけですよ、ね、うん、あの、うん、来週紹介する映画も我々、はい、子供が出る映画なんですけど、ね、はい、これもう典型的ですよ、これ夏にやったら流行らない映画です、うん、なるほどなるほど、まあ、冬でももう一つだったんですよ、ね、私はあの見ましたね、はい、大げさだったでしょ、はい、今年一番泣く映画だね。なるほど、これでなんで配信とかで見れないでしょうね、なんか権利の関係なんでね、きっとね、どうなんですかね、これちょっと映画にはこれが載ってるからかな、あ、これが、そういうこと、これがダメ、あうんうん、かなと思いながらですけどね、はい、これは曲全然流れませんけどね、はい、またなんか、はい、いやいや、あの、あれ、1980年、まあ、現代はこれあれですからね、The Last, Last Night of Christmas っていうのは、そうですね、違いますけどね、だからラストクリスマスっていうのは多分、うん、あの、放題ですよね、そうですね、でもまあまあ、この時期で1980年で割とちょっと白血病がね、の取り上げられるようなのが多かったので、まあその辺ですよね、はい、赤いシリーズとかそういうことですか、ね、そうですね、まあ、フランダースの絵とかありますけど、ね、はいはい、だからもしあのね、見たいんですけど、もし見たい方はどっかに要望していただいたら、うん、来年のクリスマスには、あ、はい、なるほど、復活するかもしれません、まあいいね、はい、どんだけまあ一応映画の大ヒットとなる要因を揃えたけどもっていう点々、はい、実は実際は点々点々っていう映画でございますね、はいはい、もし見る機会があれば、はい、はい、皆さん要望していただきたい、はい、はい、お願いします、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、しかも撮り直しのエンディングですよね、はい、はい、そうなんですよね、まあまあコロナでね、そうですね、ちょっとね、時短要請が29日までということですので、はい、さてさて、果たしてどうなってるのかっていうのはその時にならないとわからないと思うんですね、ちょっと皆さんもね、本当に気をつけていただきたいと思います、はい、そうですね、まあ、はい、とにかくその医療環境がね、逼迫しているという状況だけはなんとか、ね、あの抑えていかなきゃいけないので、やっぱ数を増やすわけにいかないというのは、もうこれはもう仕方のないことなの で、ね、はい、まあ、私もどっちかというと出たい方なのでうずうずはしてるんですけれども、まあ、できたらこの番組をですね、見返していただいて、はい、今までやってるやつちょっとちょいちょい見直してもらったりとかしてですね、マテリアルに来た気分になっていただけたらなという感じですかね、はい、はい、ということであと1回だけ、年内やりますけれども、そうですね、そちらの方もご覧になっていただいて、そうなんですよ、カモンマテリアルやのにカモンって言えないんですよ、ね、すごいすごい辛いんですけど、まあ、来てもらった気分にこの番組になってもらえたら嬉しいなと思いますので、はい、はい、また、来週お待ちしております、はい、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。